ここだけのお話。今日のゲストは四万十町の老舗の酒蔵を事業承継し再スタートさせた阿部達也さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も四万十町から。はい、はい、そうです。あの老舗の酒蔵、はい、四万十町の創業120年の歴史のある文元酒造を事業承継されて、はいはい、もう再スタートして1年ぐらい経ちましたよ ね。ちょうどこの春で、はい、ちょうど1年になります、はいはい、1年経ってみて、はい、今どんな感じですか？そうですね、もともとちょっと違う業種からの転換というところもありまして、まだまだ慣れないということと、まあ、ブランドも一新したということもあって、はい、まだまだ道半ばどころか、まあ、スタート切ったばっかりという感じは否めないなというところです。まあ、この事業承継に至った経緯とか、ね、はい、も後ほどたっぷりと伺いたいと思いますが、まずこの文元酒造がどんな酒蔵なのか、はい、ちょっと VTR でご覧いただきたいと思います。こちらです。先日お邪魔させていただきましたが、もともとここに文元酒造さんがあって、はい、そうですね、もうここはもう120年前から変わらずというところで、今回の事業継承に伴ってですね、室内もすべてやり直しをして新規一点というところをさせていただいてます、はい、本当に真新しくてすごく綺麗ですよね。そうですね、本当にもう1年しか経っていないので、まあ、美しい状態で当時の方も本当に普段から綺麗に保ってくれてるなっていうところですね、はい、そしてこのパッケージ手作業なんですね。そうですね、もう本当に高知県で一番小さい酒蔵ですので、もう一本一本手詰めで、作業させていただいています。当時さんですよね。そうですね、当時と比べてこの2人で、はい、1日頑張ってくれています。はい、はい、そしてこの酒蔵に併設して、はい、このおしゃれな和モダンな、はい、バーがありますね。そうですね、もともと酒蔵のですね、当主のですね、母屋ですね、はい、それをそのまま生かしまして、昔ながらあるこの欄間なんかも、はい、その当時のままを利用させていただいて改修をして、まあ、訪れていただく方に、まあ、少し日本酒をですねリラックスして味わっていただくためにしています。また、ね、平日の夕方だと、はい、近隣の小学生がよく宿題をしに来てくれてますので、そんな感じで、はい、じゃあ地元の方たちの交流の場にもなっているような、はい、 そうですね、そういう場で使っていただきたいなという思いで改装してありますので、うん、ぜひお立ち寄りをいただければ。私もあそこなんかゆっくり飲めそうな感じですもんね。そうですね、朝11時から開けています。11時から、はい、昼飲みも OK という、はい、そうですね、ゆっくり味わっていただければというふうに思います。はい、はい、でその先ほどの酒蔵で生まれた商品いくつか、ね、はい、持ってきていただきました、はい、そうですね、今何種類ありますか？はい、銘柄的には5種類になっています。もうこちらがもうトップブランドでさせていただいてます、はい、四万十ですね。もう今回の再生の時にですね、うん、ブランドも一新して、まあ、四万十町の酒蔵ですので、はい、まあ、四万十という名前を作らせていただいて、はい、まあ、お米も水も四万十町というところにこだわってやってますので、まあ、トップブランドは四万十というふうにさせていただいています。うん、でまた和さんの横にあるものが、ね、まあ、実はこの春4月に発売したばかりのお酒になってます。まあ、こちらも、まだ世に出てない、出つつある、出つつある、はい、そうですね、まだまだ。実は私はい、味合わせていただいたんですけれども、はい、いや本当にね、すっきりしてました。はい、ありがとうございます。はい、日本酒がね、そもそも苦手な方が多くなってきて、うん、日本酒離れっていうふうに全国的に言われてますので、うん、飲みやすくしたいということで、はい、まあ、従来のちょっと日本酒のきつさっていうんですかね、うん、香りであったり、うん、テイストっていうのを抑えつつ、まあ、新しい感じで仕上げさせていただいた商品になっています。はい、でなぜ事業承継に至ったのかっていうところにも、はい、ちょっとすごく気になりまして、ね、阿部さんは、はい、そうですね、出身は、そうです、はい、出身は京都ですし、もともとちょっとエアラインの、はい、まあ、営業を30年ほどやってまして、航空会社にいらっしゃって、はい、そうですね、でそこから高知県のとある機関っていうんですかね、コンベンションの方に出向を5年ほど前に拝命を受けてですね、はい、まあ、地域をいろいろ回らせていただいている中でですね、まあ、3年前ぐらいにですね、その、まあ、今ある蔵の
地域の住職から、まあ、その船本酒造もうやめるんだという話を聞かされまして、四万十町、まあ、久保川最後の酒蔵にもなるということで、もう1軒だけ。そうですね、もともと8軒あったようなんですけれども、はい、その最後が消えてしまうっていうことになると、もうますます本当に過疎化が進んでしまうんじゃないかっていうこともあってですね、まあ、ここは1軒やってみようかということで、継承させていただいたという感じです。その酒蔵の火を消さないように。そうですね、はい。とはいえご自分のふるさとでもなく。そうです ね、はい。まあ、それもご縁だと思いますし、ましてその、まあ、世界的にも四万十っていう名前がね、やはり皆さん知っていただける、まあ、川でもあると思いますし、そうですね、はい、まあ、そのほとりの酒蔵であるっていうことと、その地域に、まあ、オリジナルのって言ったらいけませんけど、まあ、皆さんが好んで召し上がっておられるお米があると。で、校内にね、あの四万十の伏流水が湧いている井戸があるっていうこともあってですね、まあ、ここでしか作れない酒が作れるんじゃないかということがあってですね、あのブランドも四万十に統一をして、まあ、分かりやすく、まあ、あの正気ありかというところで引き継ぎをさせていただいたような感じです。確かに、はい、あのこういう商品ってその地域の背景とかがあって、はい、ストーリーが見えてくるとより美味しく感じますしね。はい、もうせっかくだとね、うん、あのまあ、日本酒を召し上がっていただいた後でもいいとは思いますけれども、うん、じゃあ四万十川ってどういう川なんだろう、四万十ってどんなとこだろう、高知県ってどうなんだっていうところで、まあ、ぜひ興味を持っていただくことによってね、また地域が潤っていくだろうとは思ってますし、またそこでいいものを見つけていただいて、ね、ぜひ移住までしていただいたら、我々もね、飲んでいただく口が増えれば増えるほどありがたいなというふうに思ってます。そうですよね、はい、でも今あの笑っていらっしゃいますけど、はい、このゼロからのスタートでしょ。そうですね、もう大変なご苦労があったんじゃないですか。そうですね、あの引き継いだ時にやはり3年間醸造を止めてたこともあってですね、まあ、機械類も全て止まってましたし、まあ、実は再開するにあたって、まあ、いわゆる保健所さんのね、ご指導もあってですね、はい、まあ、今の規定に合わせた、まあ、工場に変えなきゃいけないということもあって、まあ、衝撃でしたね。まあ、言えばもう本当の素人がじゃあどういう機械を買ってどういうふうに配置するのかっていうことも全く分かりませんでしたし、まあ、その設計を始めた時には当時もまだ決まっていなかったので、まあ、本当にいろんなメーカーさんであったり、まあ、機械メーカーさんからするか同業のね酒蔵さんにお話を聞いて、ああでもないこうでもないと、まあ、あの設計図を手なりでね書き起こしてみてというところからスタートですね。そこからのスタートってすごい、何も見えない中で手探り状態ですよね。そうですね、まあ、それも、まあ、面白みではあったんですけどもね、まあ、本当に何て言うんですかね、今はいろんな人にこう助けていただいて、っていうところもありますし、まあ、その中でもともと桃太郎とか入り駒っていうブランドがあったんですけれども、はい、まあ、それを一旦休止してまた新しいブランドをやるという、まあ、二重苦ですかね、はい、建物も新しくしなきゃいけない、機械も新しくしなきゃいけない、おまけにブランドまで新しくすることによって、はい、まあ、お客様もゼロからっていう、本当に新規事業と変わらない、まあ、スタートを切らせてもらったというところでありますので、人生の大大転機ですよね。そうですね、よくその覚悟ができましたね、はい、まあ、チャンスをいただいたっていうふうには今は思いますけれども、ね、おいくつの時になるんですか。じゃあ51の時に一番最初にこう声掛けをいただいて、まあ、今年が4になる年にはなりますけれども、まあ、定年のね60もそろそろ見えるかという中で、まあ、決まれる時にねちょっと決まってみようかなっていうこともありますし、もともとが落ち着きがないですので、まあ、とはいえね前職30年もいた中で、まあ、そろそろやっぱり新しいことにも自分自身もねチャンスをもらえるんであればやりたかったっていうタイミングでした、ね、その前職の知識だったり経験っていうのは生かされてます。そうですね、やはりゼロから物を売るっていうことですので、まあ、前職の、まあ、営業で培ったというんですかねノウハウというか、うん、まあ、一番は
耐えることですかね、やはり、転勤も多かった職種でしたし、一からお客様と対峙するっていうことは、変わらないんですけど、やはり焦るんですよね。これもゼロからだとすぐにお客さんが欲しい、売り上げが欲しいってやるんですけど、やっぱり前職の時にもお客様からね、そんなに焦るなと、最低3年耐えろということを言われたことを思い出しながら今耐えてるという感じですよ。創業120年を超える四万十町の老舗の酒蔵文元酒造の事業を継承し、新しい酒造りと蔵を活用した町づくりに取り組んでいる阿部達也さん。事業再生への道のりは苦難の連続で、新しいその酒蔵の環境は整って、順調にそのお酒の仕込みといいますか、行きました。いや、実は先ほどちょっと触れましたけど、投資がいなかったので、技術職の要ですかね、それはギリギリに見つかったんですか。そうですね、実は2023年の、5月から再スタートしてますけども、それの1年前には、継承しようということを決めた中で、当時を探すのに4ヶ月で、今の当時に声をかけてですね、2回断られというのは、やはりもう劣化した蔵でしたし、もうお客様もないっていう中で、彼もその当時50歳になろうっていうところで、人生ここにかけていいのかということで、2回断られ、ただもうなんていうんですかね、いろんな方から推薦をしていただいた方だったんで、どうしても欲しい。そうですね、どちらの方だったんですか。茨城県で、当時を長くしてた人間ですし、数々の賞も、取ってる人間でしたし、どういうんですかね、こちらが一方的に惚れてっていうか、の中でなんとか落とさなきゃいけない、いわゆる一本釣り。そうですね、一本釣りですもう読みより大変物逃しちゃいかんっていう、感じで、話をしている中で、本当に全てがゼロからになるけども、来てくれないかという3回目に移ってきていただいて、そこから酒造りをスタートしたと。今日そのもう一度こちらの商品ですけど、パッケージが珍しいですよね。そうですね、瓶じゃない。スパウト、ナイロンなんですけども、こちらを使わせていただいているんですけども、実は再生をさせていただいた時にですね、2つ問題がありましたと。1つは機械が古くてですね、いわゆるラインでこうよくテレビで、ありますけど、機械がこう流れ作業で詰めるっていう、ああいうラインもあったんですけど、古くて使えないというところと、もう一つはですね、瓶不足ですね。これは日本中言われてますけど、いわゆる日本酒の瓶が手に入らない。今でこそ瓶がありますけれども、その最初瓶がなくて、そうですね、もう苦渋の選択で、じゃあ機械がない、瓶もない、どうしようということで、機械で、先ほど映像にありましたけど、一本一本、もう機械であればなんとか費用的にも時間的にも入手ができるというところと、容器メーカーさんからも、どうせ思い切ってゼロからやるならどうだと、新しいですよねいうお話をいただいて、持ち運びが便利そうですよね、非常に軽いっていうことがありますし、割れないっていうこと、それとこれ冷凍ができますので、そうなんです、冷凍して野外に、持って行っていただいたり、軽いですから、もうカバンの中入ってても 10g ぐらいしかないですから、非常に便利には使ってもらえるかなと思います。で、本当に唯一の酒蔵を守ってくださってて、地域の方たちはどんな反応でいらっしゃいます？そうですね、やはりよくある話ですけど、外物が来てね、一体何をやってるんだろうっていうところであったり、先ほどの、バーなんかもなかなか四万十であったり高知にはないスタイルであるっていうことなので、フラッグシップとしてね、やっていければなと思っています。で、その
まあ、この事業承継のきっかけにもなった方だと思いますが、その方からメッセージをいただいております。え、そうですか。ご覧ください、はい。もう分かりますよね。はい、もうこの人です。はい。そうですね、まあ、あのアイデアの本当にね、泉みたいな人なので、その町おこしのこの人に関しても、うん、安倍さんにいろいろ関わってもらったことがあるので、うん、ですから、まあ、安倍さんだったらまた新しい形で湯本酒造っていうのを再生していただけるんじゃないかっていうこともありましたね、うん。まあ、基本的にはあの優しい人なんですよ。優しい人なんです、基本的には。すごく優しく真面目な人、ね、まあ、ね、ご出身が関西っていうのもあるので、ね、ユーモアに富んだちょっときついお言葉はあるんですけどですけど基本的には優しく真面目な人なので、いろんなことを、ね、実直にやっていただけるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、お寺としてもやはり地域のこれ文化でございますから、この酒蔵の、ね、発展がまた地域の発展につながってくるんじゃないかなというふうに思っておりまして、本当に期待しておりますね。ありがとうございます。はい、安倍さんこんにちは。サプライズだったかもしれませんが、インタビューでご参加させていただきました。なんか脳波の作りが似てるというふうな結果も出ておりますので、また新しいアイデアで一緒に頑張っていければありがたいなと思っております。じゃ、またこれからも一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、びっくりですよ。びっくりですか。よかったです、はい、いつの間に優しくて真面目な人って何回もおっしゃってましたね。ということは裏返しがあるということですよで、アイデアマンっていうことでしたが、ね、はい、やはりそんな風に皆さん見てらっしゃるんですね。まあ、そうですね、まあ、新しいもの好きといえばいいように聞こえますけど、落ち着きがないというんですかね、まあ、というところでね、いろいろご相談いただいても、うん、なんかそれがね、また新しいアイデア生むきっかけにもなってるし、まあ、そういうふうに見ていただいてるのは非常にありがたいですし、まあ、そう思ってまたね、あの人のつながりができれば嬉しいなと思いますし、こちらも新しい知恵がね湧いてくるっていうところで楽しみにはしています。それではここで、はい、安倍さんが大切にしている言葉を教えてくださいはい、新しいですね。もう本当に新しいもの好きとしての言葉ですね、はい、もう何事においてももうチャレンジをしながら新しいものを探していくというところで、この一文字を選ばせていただきました、はいはい、安倍さんにもぴったりな言葉だと思ありがとうございます。はい、うん、新しいこと、まあ、どんどんこれからも広がっていきそうな気が私はしていまして、はい、もうそこをね、うん、大事にしたいですし、まあ、そこが楽しみでもあるかなと思いますし、まあ、どんな展開になるかも、まあ、想像もつきませんけども、こういうことをね思ってれば必ずやまたいろんな方にも会えるし、新しい事業も生まれるかもしれないと思っていますので、はい、続けていきたいと思います。はい、あと一番ちょっと聞きたかったことあるんですけど、はいはい、この、まあ、本当にね、高知に縁もゆかりもなくいらっしゃって、はい、そのこういう事業を展開するだとか、はいはい、挑戦するとか、その町づくりに取り組むとか、はい、どういうモチベーション、何が一番のその安倍さんのエネルギーになってるんでしょうか。そうですね、まあ、前職もそうだったんですけども、お客様にこう喜んでいただきたいっていうところがね全てです。まあ、決してね、そのいたずらに面白いとかっていうことじゃなくて、本当にこう体験をしていただいたり手にしていただくことによって、ああ面白いね、良かったねって言っていただけるのが本当にモチベーションだと思いますし、まあ、面白くないやっていうのは自分自身もね面白くないですし、なんとかこう皆さんにね、それいいじゃないかって言ってもらえるまで新しいものをこうやり続けたいなと思ってます、うん、じゃあもう一人でも多くのファンが、はい、できますように、はい、安倍さんにかかってます、はい、ありがとうございます。ぜひ応援をいただければと思います。わかりました、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。